こんにちは。今回は西鉄天神大牟田線の高架化について見ていきたいと思います。最初に紹介するのは雑所の熊駅です。福岡県では福岡市と大野城市、そして春日市内において約 3.3 キロ区間の鉄道施設が2022年8月に高架化されました。この事業により道路交通の円滑化、警報音など騒音、振動がなくなる沿線地域の環境改善、高架化空間の活用、駅周辺における乗り換えの利便性が向上しました。地上を走っていた線路も現在では柵が敷かれており、線路の撤去作業が進んでいます。この事業により19箇所の踏切がなくなりました。高架化前の踏切遮断時間は1日あたりおおむね 7,8 時間で、ピーク時には1時間あたり35分から40分間も遮断されていたようです。新駅舎は2023年度内に完成を予定しています。次は桜並木駅です。2021年12月に新しい駅名の募集が行われて、西鉄や福岡市、地元代表などによる選考会を経て桜並木駅という名前に決定しました。新駅の南側には地域住民が長年手入れをしている桜の木もあり、今後街のシンボルとして地域の皆様に末永く愛される駅になってほしいとの思いが込められています。桜並木駅は雑所の熊駅から南東に約600メートルの場所にあります。雑所の熊駅から比較的近い距離にありますが、雑所の熊にはない駅前広場を整備し、路線バスを乗り入れさせることで利便性を高めるのが狙いのようです。今年度に入り駅前広場の工事が本格的に始まっています。2023年度後半に開業予定です。次は春日原駅です。駅自体はほぼ完成しており、現在は駅前周辺を整備しています。元の線路も撤去されて、高架下の工事もほぼ完了しており、以前利用されていたプラットフォームは完全になくなっています。春日原駅の1日の利用客数は約1万8000人で、連続立体交差事業対象の駅の中で最も利用者数の多い駅となります。2024年11月末に完全に工事が完了する予定です。次は白木原駅です。こちらの駅も以前利用されていたプラットフォームや線路が完全に撤去されており、駅前周辺の整備が少しずつ進んでいます。この駅のデザインコンセプトは、ここから始まる人と人とのコミュニティエントランスです。1日の平均利用客数は約8600人で、西鉄の駅としては第15位になります。2024年5月末に工事が完了する予定です。次は下大利駅です。この駅は対象区間の中で唯一高架化と同時に供用開始が本格的にスタートした駅です。構内の商業施設やカフェも営業が始まり、現在は駅東側の整備が進んでいます。将来的には東側から駅や商業施設に入れるよう、すでに出入り口が整備されています。下折駅の1日平均利用客数は約1万3000人で、西鉄の駅としては第11位になります。このチャンネルでは福岡の再開発状況などを配信しております。今後の活動の大きな励みとなるので、もしよろしければチャンネル登録、高評価をしていただけると大変ありがたいです。それではご視聴ありがとうございました。